スマートフォンはマナーモードに設定していただくか、
電源をお聞きになり、通話はご遠慮ください。皆様のご協力をお願い申し上げます。それでは開演まで今しばらくお待ちください。ただいまより平成29年の
広域支援型商店街事業、南千住広域商店街活性化事業、江戸の美体験式典を行います。それでは開会にあたり主催者をご紹介させていただきます。本事業の実行委員長であります荒川区骨通り商店会会長杉山六郎、本事業の台東区実行委員長であります一応桜開運振興会会長井桁光雄、それでは主催者を代表いたしまして一応桜開運振興会会長井桁光雄より皆様にご挨拶申し上げます。井桁会長よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。おかげさまをもちまして本日の日を迎えることができました。ありがとうございます。この事業はですね、荒川区と台東区と、なかなか一緒にすることができないんですが、今回は一緒になっての事業ということでございます。南千住骨通りの商店街地をもいでいただいてますけども、奥の細道の始まりでございます。昔、お鳥様というと今は花畑という場所になりますが、昔は足立区花畑村、あそこの大鳥神社、それから北千住にあります昇仙寺という今でもお寺がありますけども、そこと、そしてうちと3箇所で三の鳥と言われておりまして、本来は、その3つを回って最後は浅草寺さんに行くというのがこの日光街道を通っての文化でございました。今台東区長もおいでをいただいてますけども、江戸から東京へ、江戸から明治、大正、昭和、平成へということで文化の引き継ぎをという話をいただいております。まさに、今日のこのことは文化の引き継ぎ、また子どもさんたちが今日は朝から大勢さんおいでいただきまして、もう2000人ぐらいの方がおいでいただいているそうでございます。子どもたちにこの文化をまた引き継ぐことも大事なことだというふうに考えております。その中で始まった事業、この商店街も含めてこの地域が皆さん方が笑っていただいて笑顔で、お暮らしいただけるそんな街にしたいということで始めさせていただきました。多くの来賓の方々においでいただきましてありがとうございます。寒い中ご覧にいただくのにこうして大勢のお客様にもお集まりいただきました。ありがとうございます。また本日を迎えるために多くのスタッフの方々が、この、何週間にわたってこの今日の日のために動いてくれました。心から御礼を申し上げます。どうぞこれから皆さんまでお楽しみいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。井桁会長ありがとうございました。続きまして本日ご多忙のところを、たくさんのご来賓の皆様にご臨席賜りました。ご来賓の皆様よりご祝辞を頂戴したいと存じます。はじめに台東区長服部ゆこう様、よろしくお願いいたします。待ってました。どうもありがとうございます。皆さんこんばんは。台東区長の服部ゆこうでございます。本当に今日はようこそこの紫陽花祭りで有名なこの長谷寺、お鳥さんでも有名なこの長谷寺ですね、大勢お越しをいただいて本当にありがとうございます。今日はこの荒川区骨通り商店街の杉山会長、またただいまご挨拶いただきましたが一応桜開運振興会の井桁会長さんはじめですね、両区の8つの商店街が一緒になって、今回の地域の活性化のためにご尽力いただきますことをこれからお礼を申し上げたいと思います。この事業はですね、俳句の町、南千住からこのずっと吉原にかけて、商店街やその史跡を舞台に、台東区と荒川区のですね江戸の文化の体験をしていただこう、そんなイベントでございます。どうぞ今年は明治維新150年、そして江戸から東京へ、明治江戸があって、明治わけでありますけれども、この江戸の魅力をですね、伝統芸能や伝統工芸、そういった魅力を大いに国内外に発信をしていただきたいと思います。
どうぞ今日は十分和の演奏もあるようですから、お楽しみいただいて、そして商店街でのお買い物をよろしくお願いいたします。今日はありがとうございます。服部区長ありがとうございました。続きまして、台東区議会議長河野純之助様お願いいたします。皆さんこんばんは。ご紹介をいただきました台東区議会議長の河野純之助でございます。今日はこのように大変多くの皆様がお越しいただきまして、本当にありがとうございます。今回のこの江戸の美、わびさびを皆さんで楽しむという本当に素晴らしい企画でございます。これも荒川の杉山会長さん、そして台東区の池田会長さんの共同での企画でございます。皆さん今日はこの彫刻さんにプロジェクションマッピング、ご存知ですか？プロジェクションマッピング、これおそらく台東区で初めての映像でございます。大変素晴らしいものが出来上がるというふうに思っておりますので、おそらく皆さんが初めて視聴するわけでございますから、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。これからも荒川区、台東区が一緒になって、商店街を盛り上げていきたいと思いますので、皆さんもどうぞ商店街においてですね、買い物をしていただきたいとこのように思っております。どうぞ今日の一日楽しんでいただければありがたいと思います。以上で終わります。ありがとうございました。河野議長ありがとうございました。続きまして、東京都議会議員中山博之様よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。都議会議員の中山博之でございます。プロジェクトマッピングのこのイベント、こうやって大勢の皆様を迎えいたしまして、盛大に開催されましたこと、まずお喜びを申し上げる次第でございます。まさに日本人ならではの情緒というものがあると思います。雰囲気や噛まず飛び込む水の音、そう言ってもなかなか外国人の方々は理解できませんけども、日本人というのはなんとなくそれが想像が湧いてくるわけでございます。そうしたことから、このイベントによりまして本当に日本人の気持ちをくすぐる、そんなイベントになるというふうに思っております。どうぞ盛大に開催されますこと、心よりお力ご支援申し上げまして、ご挨拶に返させていただきたいと思います。おめでとうございます。中山様ありがとうございました。続きまして、東京都議会議員小坂正弘様よろしくお願いいたします。皆様こんばんは。東京都議会の小坂正弘でございます。本日は江戸の美、今日からですね、プロジェクションマッピングでオープニングセレモニー、そして2月4日まで開催ということで、今日しっかりと皆さん、プロジェクションマッピング、そして和楽器の演奏を楽しんでいただきまして、そしてまた明日から南千住にかけて歩いていただき、商店街を堪能していただきたいと思います。東京都の広域支援型の事業でございますので、台東区と荒川区が連携して商店街を広域で盛り上げていこうという事業でございますので、ぜひとも今後ともよろしくお願い申し上げます。このイベントが盛大にそして成功されますよう、心より記念を申し上げまして、挨拶に返させていただきます。本日はおめでとうございます。小坂様ありがとうございました。続きまして、前東京都議会議員泉博士様よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。ご紹介をいただきました前東京都議会議員の泉博士でございます。我々の挨拶がだいぶ続きましたが、これは暗くなるために皆さんの中にお待ちいただくためのよけの一つだとご理解をいただきたいと思いますが、もうだいぶ暗くなりましたので長いご挨拶はいたしません。先ほど区長がお話をされたように、骨通りの一番端っこにはエコーリンがございます。そこにはターヘルアナトミア、解体新書の、石碑もございまして、私の家内の実家のご来場でございますし、
また始まりは平田玄内の東京都主席のお墓でございます。この荒川区と台東区、この接点のこの町にはたくさんの文化的な史跡があります。今日の、プロジェクションマッピングをご覧になった、その後にはまた明日さまざまに町をご参加いただければと思います。寒い中大変お待たせして申し訳ございません。ありがとうございました。泉様ありがとうございました。それでは本日ご多忙のところをご臨席いただきました地元の区議会議員の先生方をご紹介させていただきます。ここは地元議員を代表しまして台東区議会議員寺井康義様にマイクを譲りたいと存じます。寺井先生よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。長いことお待ちをいただいておりますから早いとこ済ませます。各議員を紹介させ、私ども浅草北部議員連盟ということで、この北側のを活性化しようというんで5人で動いております。それでは石塚武自民党幹事長、寺田明議員、おめでとうございます。早川太郎議員、藤島一則議員、以上で出会を終わります。早くやりましょう。寒いから。平井先生ありがとうございました。他にもご臨席いただきましたご来賓の皆様がございますが、時間の都合上大変恐縮ではございますが、お名前のご紹介をもって返させていただきます。お名前を呼ばれましたらその場でお立ちいただきますようお願いいたします。また準不動となりますことをお許しいただきます。台東区文化産業観光部部長金井拓司様、浅草商店連合会理事長丸山真嗣様、奥浅草観光協会代表理事根本治様、以上でございます。これをもちまして式典は終了となります。ご臨席の皆様誠にありがとうございました。ご登壇ください。それでは皆様お待たせいたしました。ただいまより江戸の美大典江戸のわびさびとつやと題しまして、和楽器ライブとプロジェクションマッピングの共演を行います。 NHK の古典芸能鑑賞会など国内外でご活躍されている皆様によります、20日正月の本日こと17弦3弦篠笛の和楽器コラボレーションとして冬を澄み切った空間に響き渡ります。これに合わせて長国寺に依頼するオーストリア天女が長国寺本堂に浮世絵風なプロジェクションマッピングとなり、次々に美しく浮かび上がります。終わりには南千住浅草の商店街、そして本日こちらの会場にお越しいただきました皆様が、年越しの一年が幸大きとしてなりますように、大きな熊手の福の神の数々が現れ、
小6下流をご利用いたします。それでは皆様どうぞお楽しみください。それではプロジェクションマッピングの開演です。どうぞお楽しみください。Thank you.
大変優美なプロジェクションマッピングと和楽器の演奏のコラボレーションをお楽しみいただきました。最後にもう一度演奏者の皆様に拍手をお願いいたします。ありがとうございました。次回の和楽器ライブとプロジェクションマッピングの共演は午後6時の開演を予定しております。どうぞ皆様お楽しみください。お願いします。これから後ろの方は外にお願いします。すいません、ちょっとお待ちください、ね、すいません、お出口後ろになります。すいません、お出口左右足元十分気をつけてください。ちょっと赤い順番の方、後ろの方から空いたところから立っていただいて後ろの方にお願いします。そうですか。はい、こちらの方今蛇行してこの上に来ておりますので、はい、はい、私、だからどうぞどうぞ。